やるとするか。よしるか。お。何もない。そうか。何もなかったか。じゃあ、あそこ行ってみるか。ちょっとあの、例の。例のあそこに行ってみましょうか。ここでしょう。日のところに消えてしまうか。これはちょっと危険な香りがするか。まあ、ちょっとどんな感じなのか。時間制限があるのよね。まあ、時間制限あるってことはあれだろ。敵と戦うなと思ったから。敵と戦ってもあれか。多分敵と戦ってる間はなんかあれかな。多分座らないで。ああ、危ねえ。なんか色なんぞ。お、俺は見てしまった。俺は見てしまったらこれ開けるしかないんだ。おお、何が出てんだこれ。おの、もらってくるぞこれ。ちょっと早く早く早く。どうやってんの。やるもんぞ。よし。よ、全部時間かかっちまった。それは危険だ。それは危険だ。なそれでも俺は行かなきゃいいんだ。とりあえずその左の、まあなんか上だろ。悪いやつ上にいるってもだいたい決まってんだ。そういう法則でちょっと行くわ。ちょっと、まあ、あえてそのなんつうその法則を無視してなんか真ん中あたりにいるっていう、まあそれも十分ありね。おお。とりあえずモランはもらっとくと。謎の。なんかぶっ壊さなきゃいけないとかなんかあんのかそういうのは。ベラドンナ、まあ言いようがない。謎。あとこれ消耗するとなんかあれなんじゃないの。なんつうのその、え、ゲームかなんとかじゃないでしょ。これどうなんの戦闘やったら。てん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 。おお、強そうだな。相手が何であろうと。俺は敵じゃない。あ、もう全然いけそうじゃない。任せろ。いや、強すぎだろ。おかしいだろ。敵のあれが強いのよくあるんだな。敵自体はそんな強くないんだけど、強くないのは殴りが強いんだよ。俺たちに敗北の二文字などない。ずいぶんなんかあれだな。純は強気だからな。待って、これ大丈夫。これ時間経ってるよな。あ、なんかひっくり返ってる姿面白いんだよな。コンボカウンター、ユニコーン、まあここら辺ちょっとあるな。ここら辺は後々にやるとして、うーい、3分だからな。まあ多分まああ、まあ、全部回る時間いやなさそう。それはなさそう。間違えた。間違えた。だからこれで問題ないんだ。これ実際に言えばいいんだ。そういうことは。なんか随分いっぱいあるんだ。またこんな、何これ、何これ。ああ、うわ、危ねえ。お、これ怪しい。よーし、これ何だこれ。何でここに転がるんだ。これも何もないじゃないか。しかしながらですよ、これがあるってことはだいぶなんか近いんじゃないか。ボス戦うのか。うわ、怪しいね、このね、扉がね。こういうのなんだよね。ここにちょっとはびこってんだよね、わけな感じ、ね、あれがな。もらってくるぞ、これは。いやー、やった、よかった、これが手に入ったら、俺としては非常に嬉しい。嬉しいね。嬉しいね、まあ、どこにあったの、この謎の物体は。ゲームオーバーになるとか、いや、これはちょっと違う気がするんだよな。ちょ、待って、地図を見る。地図を見る、あれを追い越してくれ。あ、でもこれなんか結構、これ助かるな。あえてそのなんつうの、一番下の左みたいな、なんかそういうこともありえそうな気がするんだけど、うーん、もらってくぞ。意外とこのなんかさ、まだ時間あるぞって、まだ4分ぐらいでしょ、でも半分見てよ。へへへ、4分以内でこう全部制御するみたいな。これはちょっと、これどうなってる、これ。これは問題点だな。まあでも行くしかないか。おお、ちょっと待て、走る。なんかいたら、なんかいたら、知ってるぞ、ほら、なんかいるの知ってる。バーン、お前は、お前というやつは山から嫌がらされて、なんか人の邪魔をするってことは俺は知ってるのよく。おお、さらにセーブとかある。セーブしてどうなんですか。あ、来たんじゃねえか、俺。あ、来た、よし、オッケー。俺の勝ちだ。お。なんか、ブランカみたいな。ね、戦う。カゴまで来てるってことか。決着をつけに来たということないのか。もうすげえのがあれだな。
でかいな、決着。板前に何が起こったんだ。妹のことすら覚えてないんだ。何が言いたい。一体何を考えてる。人形にでも。お、俊敏な動き。動け前、これ戦うのこれ。乾いた心。いや戦いたくないけど嫌なんだけど。決して私が。なるほど。先に取っておくとしようではないか。おお。消えた。なんだ、なった時の力は。あ、そんなに強いの。なんだなんだなんだ。え、終わった？終わったの？ね、その謎のあれは。おー、なくなってんじゃねえか、ちょっと待って、あれが。これはなくなってしまって。え、これってまだあんの？ちょっと一回これやってみるか。ないか。あ、ないの？ないので。じゃああれするか、じゃあ、ぼちぼち。悲しいが。じゃあ、悲しいが。俺結構 J クリーン好きやったんだよな。結構好きなんだが。まあまあ、そうだよ。まあ、スキルで、キャパシティがないと。あれは ?5 万4000か。まあでもまあ、別にあれだろ。ステラス見たいんだよ、ちょっと。何歳 ?40 歳か。へえ、結構なんか若く見えっけよな。毒属性なんだ。才能ひでえ話だな。ほんとなんかあれだよな。もう人生ってマジでなんかわけわけだな。すまん。あー、ジェイク・ニーナスよ、ベニナス仲良くしてくれ。俺は君のこと、君とまた会えることを楽しみにしてるぞ。愛のお知らせに行くぞ。どうすっかな。セルも強いんだよな。まあいいや、とりあえずはやることなくなった感じが。じゃあもうチャプター3もじゃあおしまいっぽいな。チャプター3もおしまいの可能性はあるな。寝るか。じゃあちょっと回復も兼ねて。回復する必要もないか。まあいいや。はい、さあ、あんたがもう一回あそこ行ってもよかったのか、あの城に。あ、入れたのかな、そういえば。やつの。久しぶりね、レナス。はい。現在の戦況はこのような感じになっているわ。なんかこういう人いそうだよね、こうなんか。ああいう感じの。なんかあんま変わってなくね。あ、ちょっとあれか。現在の状況としては、何か手を打たないと。厳しいわ。なんかあれだよね。エインフェリアたちの近況を知りたい。とあんま送ってないからか。彼の近況ね。ベニナス気になる。どうなった。もう大活躍だよ。慎重に計画の声もなんかいろいろやってるぞ。なんかもう活躍は認める。もう大活躍してんじゃん。ベニナス、ベニナス帰ってきてくれ。ああ、なんということだ。燃料を入れなければな。ベニナス。慎重にこと運ぶ。慎重さがあるな。もっとなんか入れろってことか。なんか状況全然変わってないからな。なんかな、活躍はしてるけど、でもなんか素晴らしいよねっつったからな。あなたの活躍が素晴らしいみたいな言ったから、なんかあれか、なんか蜃気楼を発生させ砦を構えている。おお、通る。そこら辺の人が会えるのか。なんかポセイドンみたいな、ヘラクレスとか。風が認められる。またあれか、褒められたのか。なんか前もなんか褒められたよね。はあ、ラウリーがちょっとやられてしまったし、俺もなんかあれだな。悲しいよ、なんか。エインフェリアたちの近況。彼の近況ね。ジェイク、おお、おお、いっぱいあるぞ、能力かっけえ。ロキと会話。
ちょっと見せてくれ。父上。何してるんだい。別に。ふーん。騎士団の仕打ちは、その味はもういい。そうかい。勘弁してくれ。なんか全部なんかあるの無神経だぞ。そいつは残念だ。ほーん。ロキはちょっと無神経なるな。ズガズガちょっとあれか。踏み込んでくるって感じが。ちょっとあのこうなんかもっと送ってみても、なんか送ってみた気もするんだけど、なんかこうやってなんかいろいろ近況を知りたいっつうか、まあどういうことをするのかっていう、これなんかこういう会話もすっからな、なんかな、他の方々の人。え、チュール投獄されたの。まさかの。サラトゥル地方にある我が軍の重要拠点が敵に占拠されたの。速やかに砦を取り戻すのよ。なんかさ、こういうさ、同時に囚われの身となったチュールも救出してきなさい。敵は砦内に無数の罠を仕掛けて待ち構えているという情報もある。罠には十分警戒する。いいわね。なんかフレイが好きな人にちょっと申し訳ないんだけど、なんかあれだな、なんかああいうパートの、なんかパートの人なんかいそうな気がするんだよ。なんかな、戦争の勝利。チュールはじゃあれか、もう大活躍してんじゃん。お、ありがたく幸せってあれだもんな。そうか、まあ死んだらそのバルハラに行くっていう、まあそういうあれが、そういうなんつうの、そういう話もあったからな、ね、じゃあなんか。エインフェリアたちの金庫。まあいいや。レナス、あなたの働きぶりだけど。これちょっと怖いんだよな。なかなかうまくやっているよ。あ、いいんだ。今後もこの調子でお願いするわ。はい。今回のあなたに与えられるマテリアライズポイントはこれだけ。え、なんかどんどん増えてないのか。あなたの働きにオーディン様も満足しているわ。これらのアーティファクトをあなたに授けようと仰せよ。おお、なんかいっぱいあるだな。お、なんだあれ、なんか変な剣がなんか。レナス。あなたにお願いがあるのだけれど。何でしょう。今度あの粉まいきなアルブたちのところに使者を派遣することになったの。交渉上だ、勇者。口先だけで生きているような奴らと対等に渡り合えるような交渉上手なエインフェリアはいないかしら。口が上手い奴か。戦術理解度に優れたエインフェリアが欲しいわね。悪魔知識が豊富なエインフェリアが欲しいわね。ああ情報収集能力に長けたエインフェリアが欲しいわね。それじゃあ頑張って、あなたならやれると信じているわ。誰か言うか、ユメルとかが、その口が回るみたいな。チャプター4来ましたね。ここはちょっと誰かしら仲間来ないかな。ビルの中、俺バルキリーがすごいいいと思うのが、このなんていうの、なんかメリハリがあるっつうかな、このさ、こうが、このイベントをなんか見れるパートで、なんかずっとそれなんか見れるパートでなんつうの、そのなんかまあ戦闘パートってのがちゃんと分かれてるっていうのが、それがなんかいいんだよな。あれ、この人あれじゃん。みんなごめん、私は行けそうもない。お、いきなり来たぞ。この人なんか前なんか村にいたような、なんかくどい。勧誘しに来たか。誰だ貴様。魂を宣伝する者。知り合いのおでましか。ひでえやるよな。
まあいい。ガノッサ竜の血脈、ほう、すごいじいさん出てきたな。カイラガなんだ。私は死ねないんだ。やっとあいつの居場所を突き止めたのに。クソ野郎、ガノスさながながあれだな。ひどいやつだな。わざわざご苦労なことだけど、人の魂が戦力になるというなら神が直接手を下せばいいだろう。なぜそれをしない。力では肉体をねじ伏せることはできても、心を縛り続けることは絶対にできない。少なくとも我々はそれを知っている。なるほど、人権は尊重しているわけだ。約束は守ってもらえるんだろうな。その要件をお前の仲間に伝えるなど容易いことだ。ガノッサと言ったか。神を冒涜する邪悪な思想の持ち主のようだな。覚えておくぞ。目をつけられたぞ。目をつけられてしまったようだ。あ、そうだ、やばい、ユメルのとこ行ってね。そういえば、あ、そっか、行ってなかったな、実家に。ここはどう、ちょっと行ってみっか。まあ、なんだかな、最後のちょっと余裕、なんていうのかな、余裕が、まあそうだ、ユメルのその実家と行ってるとこいっぱいあった。ここも行ってるのかね。お、バドラック、バドラック一番最初にいたよね、なんかね、ジーナ。へえ、恐ろしい連中がはびこってんのか。あ、これ出る方なんだ。出るよ、あれで。ここは、これなんかすごい、なんでこれなんかすごいあれなんだろうな。明るい街がないっつうの。みんななんかあれだね。なんか心廃れてんのか、なんかもう。もう廃んでんだろうな。街が廃れてあれだな。この暗いもんなんだね。でもこういうもあったんだろうね。やっぱあったんだろうな、こういう時代みたいな。人々は廃んでみたいな。街では平和が出歩かない方がいいですよ。いやでも本当なんか出歩かない方がいいっていうか、そういうのもあるからな、そういうなんかな、そういう街とかなんか。盗賊ギルド、誰もいないと。お、へえ、どうにもならんて。神業なのか、神業か。珍しいやんのか。愚痴を聞かされるなんて。戦争が始まるんだろうな。戦争ばっかしてっからあれかなんか。出るかじゃあ。ああ、ちょっとあそこ行くわ、ちょっと。ディリリリン。まあ多分大丈夫だな。で、あの城がまたあり。またなんか行くことあんのかな、あいつの。ブランカの城。さあファイナル行くか。リリリリン。
こは明るいよな。なんかあったじゃん、あそこ。なんかあの、ここがなんかありそうじゃない？どうだ？お？お！来た。冬木。ほう。なんだろうな、これは。こっちか。あ、いろいろそう、いろいろあるわ。ちょっとここら辺はちょっと、まあ、じゃあ次回あれね。見るわ。